マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？甘いもの食べたら絶対太るって分かっているのに、一度食べるとやめられない、止まらない、気がつけばあっという間にファミリーパックのチョコレートを完食、そして毎回食べた後は自己嫌悪。その気持ちよーく分かります。過去今よりも10キロ太っていた頃の私もそうだったからです。そこで今回は40代50代の女性が甘いものが止まらない時に甘いもの欲が止まる食べ物を詳しくお伝えします。食べたいのに我慢するみたいな根性論ではなく、逆にしっかり食べることで甘いもの欲を抑える簡単シンプルな方法です。なぜそもそも甘いものが欲しくなるのか、その根本的な体の仕組みを知らないと、いつまでたっても甘いもの欲を抑えることができないので大変なことになります。例えばさすがにチョコレートは太るからと言って、それをドライフルーツに置き換えてみた。でも結局それも全部食べないと気が済まない、気がつけば一袋完食なんてことになっていませんか？そうなんです。問題は一度食べると止まらない、その食欲って一体どこから来てるのってことなんです。これ以上太りたくない方、健康的で綺麗に痩せて本来の自分を取り戻したい方には特に有益な情報になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に輝く女性をたくさん増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録してお役立てください。では早速、甘いもの欲が止まらないのはなぜか、その根本的な原因と甘いもの欲を止める食べ物をお伝えしていきます。原因なんていいから早く食べ物教えてよと思うかもしれませんが、この原因を知ることであなたが甘いもの欲をコントロールすることができるようになる大切なお話です。最後までご覧ください。甘いもの欲が止まらない原因、それはストレスです。その理由は、ストレスが溜まると食欲を増やすホルモンの分泌が増えるから。例えばストレス太りという言葉があるように、ストレスがあると食欲を増やすホルモンが脳から分泌されますね。するともうあなたの意思ではこの食欲コントロールできなくなります。なので結果、甘いものが食べたくなって食べて太る。あなたも日々頑張りすぎてストレス溜まっていませんか？そんな時は脳が特に甘いものを欲求しますので、ダメだと分かっているんだけれども、一度食べ出すとやめられない、止まらないといった過去の私のように、ファミリーパックのチョコレートをね、一袋あっという間に完食、このような状態になっていきます。なので甘いもの欲が止まらない根本的な原因は、あなたの意志が弱いからではないんです。ストレスです。あなたはよく頑張っています。もうこれ以上ご自分のことを責めないでくださいね。ではストレスによって頼んでもいないのに勝手に増える甘いもの欲に対して、私たちは体の仕組み上を対抗することはできないのでしょうか？そんなことはありません。ではどうすればいいのでしょうか？その方法はシンプルです。それは高ストレスホルモンを作り出す食べ物をしっかり食べること。このホルモンを作ることができれば、食欲を増やすホルモンを抑えることができるんです。そこでここからは高ストレスホルモンを作り出し、甘いもの欲を止める食べ物をご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。甘いもの欲を止める食べ物3つ、その1はパントテン酸、ビタミン B の一種を含む食べ物です。理由は高ストレスホルモンの材料になるから。例えば具体的に5つご紹介します。1、鶏もも肉や牛ヒレ肉などの肉類。2、イワシ。3、納豆。4、アボカド。5、サツマイモ。これらの食材が一番重要です。でもね、毎日イワシって思いませんでしたか？大丈夫です。一度に食べるのではなくて、バランスよく数日に分けてしっかりと摂取していきましょう。その2はビタミン C を含む食べ物です。その理由は高ストレスホルモンの分泌を良くするから。例えば具体的に5つ。1、みかんなどの柑橘系の果物。2、いちご。3、キウイ。4、赤ピーマン。5、ブロッコリー。お伝えした中でもいちごなどのベリー系の果物は太る原因、糖質量
量が比較的他のフルーツと比べて低いのでおすすめです。特にこのビタミン C はストレスがねかかると一気に消耗しやすいビタミンですから、積極的に毎日食べていきましょう。その3、ビタミン E を含む食べ物です。その理由は高ストレスホルモンを作る副腎を助けるから。要はホルモンを作りやすくしてくれる食べ物です。例えば具体的に5つ、1ハマチ、2小餅ガレー、3素焼きアーモンド、4かぼちゃ、5ひまわり油。以上お伝えした食べ物で高ストレスホルモンを作りやすくしていきましょうね。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。頑張っているご自分のことたくさん褒めてあげてくださいね。根本的な痩せ体質へと生まれ変わって、心も体もすっきり綺麗になったご自分をイメージしながら美味しく楽しく腸活ダイエット取り組んでいきましょう。ここまで甘いもの欲を止める最強の食べ物をお伝えしてきました。今すぐあなたが取り組めるように復習をします。ぜひ最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしていきます。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないっていう方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもクリックお願いします。では最後に今回のお話のまとめ、復習をすることで今すぐ取り組めるようにしていきましょう。甘いもの欲が出る原因はストレス、その時に出てしまう食欲を増やすホルモンを抑えるために高ストレスホルモンを作り出す食べ物をしっかり食べていきましょう。それは3つのビタミンを含む食べ物をバランスよく食べることでしたね。そのビタミンとは1パンテトン酸、ビタミン B の一種、2ビタミン C、 3ビタミン E、 これらを含む食べ物でストレスの時に出る甘いもの欲のホルモンをグッと抑えることができる。結果あなたは自然と甘いもの欲がセーブすることができます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみましたなどご感想をコメントにいただけますととっても嬉しいです。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットしますと即実践につながります。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。